うわもうすっかりちょっと夜になっちゃった。もうちょっと待って。こっちはいける。なんかもう目がおかしくなりそうだよね。なんか低く感じる。あっちの方が高いよ。あっちが9でこっちが8なんです。ともさんお土産です。ああありがとう。レッドブルいただきました。ごちそうさまです。ありがとうございます。わあ。ああ。はい。いただきました。おはようございます。おはようございます。パパはユーチューバーのコタローです。カナヘイです。さあやってまいりました。今回は桜パークに貸し切り、イエーイ。家主がここにいます。ちょっと行ってくるね。行ってらっしゃい。いた家主。はい、おはようございます。おはようございます。ようこそ。パパはユーチューバーと言ったらバーチカル、バーチカルと言ったらこの方。どこら辺行けそう。マックス、うん、あ、ここギリギリ。わからん。で、小太郎はどう、奥行けそう。行ける。あ、そう行けると思う。あ、そう、うん、立ってるよ、立ってるよ。立ってるよ、立ってるよ。一日今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと見に行ってみようぜ。やばいんですけど。ストールする。
デッキより小太郎が前に行ってるってこと？その足がずれちゃう理由がそういうことだ。次意識したことあるんですか？あの、きょうちゃんは結果できなくてもいいと思ってんの。でもその挑戦することはとっても大事だと思うから、自分なりにどうすればできるようになるんだろうっていうのでちょっとやってみようよ。挑戦したいけど、怖い、多分まだドロップかけてないじゃん。あのね、景色に慣れることが一番大事だと思う。今ここにいるこの辺がずっとここに座って景色見てたら慣れる。慣れるんだ。ちなみにドロップした時、テスト勉強中でストレス溜まりすぎてスケボーできてなくてドロップした。中学校の時。バーチカルドロップインコーナー、イエーイ。これからバーチカルを始める人のために、まずこれからやってみようっていうね。まずデッキなしでドロップの体勢。ニスラ、ここからニスラ、おー、いいじゃん。痛いのは伸びないで、こっちがね、8フィート。斜めにね、ドロップかけてやべえって思ったら前に行ける。おうおうおう、逃げる。あ、手危ない。そうそう、飛んでるよ。ピョーンって飛んでるけど怖いよ。しゃがみ込む、曲げて、曲げて、おお。下にしゃがみ込む。お、いいじゃん、いいよね。はい、OK。 これが9フィート。デッキに、おお、その手つくのが危ないんじゃない？だよね。上手。あとね、ちょっとね、かなり下向きだからこの辺に。一歩前だって、これだって。おお、こっちね。おお、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。一番上手いかもだって。そんなことない。そんなことない。でさ、見てると簡単そうだよな。でも巻き込まない。おお、これ大事だよ、この練習。頑張れ。うわ、ドロップインしちゃう。膝でお願いします。横にね、膝をね。こっちの方にね。うん、尻尾のとこぐらい。見える。そうそう。怖い怖い。挑戦やで。やで。楽しみながら挑戦やで。分かって。頑張れ。わー、あれは初めて PP で滑り台をした時の顔と同じ顔をしてます。すげえ怖かったやつです。戦ってるんです。何回かやって。もう本当に分かった。違うから、なんかもうさっきとは違う。そう、ここね、えぐれてないんだけど、えぐれてるんだよね。ウォーミングが出てるから、えぐれてるように見えるんだよね。おお、
けるんじゃないの？やってみる。終わりにする今日ストーリーのアウト。マジマジ。頑張りました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。桜パークどうでしたか？めっちゃ成長できた。めっちゃ成功できたし、ここは楽しい。8フィート、9フィート、11、12が、これがとってもいいです。どうでしたか？桜ちゃんのパークレッグ。そこストールのアウト、おめでとうございます。やったね。もしかしたら放送の時にはもう終わってるかもしれないけど、 X ゲーム、はい、頑張ってください。頑張ります。とっても成長させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。それじゃあまたどこかのパークで会いましょう。またね。
ました。今日金平くんがねクリップして失敗してお腹打って泣いたシーン、うぎゃーあれは GoPro がタイムラプスになってて1秒で終わった。さくらちゃんのお弁当作ってくれる。俺たちお昼時になったんだよね、うん、一瞬の時間がなんか本当に面白かった。一番ちっちゃいのは一番やりやすかった。一番ちっちゃいのが本当楽しい一日でした。また行きたいね。また行きたいね。じゃあ200名撮りますか。今日も神戸に200名